松原市は中華人民共和国吉林省中北部に位置する地球市、吉林省第四の都市である。松原市は松花江上流の松江とのんジゃんの間の小農平原上、両河川と春便市の中間に位置する。2001年に中央電子台が孫中山の記念番組を作った時、早くも県市の70年前に、 孫中山はすでにこの一帯を中国東北部の中心地帯と見て、東鎮市の建設を計画して地域の発展を促そうとしたが、その夢は実現しなかった。後に都市の建設中に多くの料金時代の遺跡が発見され、早くも千年前にこの辺りが経済の中心となっていたことが証明された。松原市は統計123度6分から126度11分。 北緯43度59分から45度32分の間、吉林省中西部に位置し、南は長春、四平市、西は白木市、内蒙古の通り漁師、北は松花江を隔てて、国流交渉と接する。中温帯大陸西モンスーン気候に属し、春季は乾燥して、雨が少なく、割と早く暖かくなる。夏は暑く、香水が集中する。 秋は爽やかで気温が変わりやすく天気は晴れている。冬は長くて降雪が少なくて寒く乾燥している。年平均気温は摂氏4.5度、構造が観測されないのは135から140日程度。左寒湖、東湖城、オールのイケルコ湖、ローガなどがあり、周期が観光シーズンとされる。全館から北儀までの時代は、 不与の土地であり、その後北海、領、金の支配を受けた信頼になると1682年に、ベズネタンが設置され、父ガル城との連絡路の要衝とされた。1693年には、ベズネタンの南に十里に、ベズネ新城が築城され、新朝の辺外七大軍事拠点と称されるようになった。1811年には、ベドネ町が設置され、 1906年には新城府へ昇格している。中華民国が成立すると1913年に新城県が設置される。しかし、三島省に同盟の新城県が存在したことから名称の重複を回避するために1914年に付与県に改称された。1987年10月に研究市に昇格、付与市に改変された。 1992年に白木地区から分離され地球史としての松原市が設置される際、不与市は不区に改変されている。一市かつ区、一研究、市二県一時治県を管轄する。ありがとうございます。